どうも皆さん、ヒカキンコシアネ TV です。今回紹介するのはこちら、じゃじゃん、舞台ゴーストライター、こちらの感想をですね、語っていきたいと思います。でこちらですね、アンジュが出てたんですよ、稲見アンジュがね、舞台出てて、でそれで見に行ったんですね。で自分見に行ったのは、2月7日の日曜日、まあ、千秋楽ですね、見に行ったんですよ。で2月7日といえば皆さんご存知、田口エンターテインメントの誕生日です ね、おめでとうございますみたいなね。まああとね、まあ、アンジュの誕生日でもあるんだけどね。でそのね、タグエンとアンジュの誕生日がちょうどこの、まあ、ゴーストライターの、まあ、千秋楽で、でまあね、多分なんか誕生日祝いとかなんかやるのかわかんないけど、まあ、それ期待してね、見に行ったって感じですかね。場所はあの六本木の EX シアター、あのビーズがこちらで落としやったところかな。確か2012年だったかな、なんかこちら落としやって、でそれの一発目が黒い青春っていうね、いや黒い青春歌、2008年のアクション以来黒い青春歌って、まあシャウトがちょっとね、2008年のアクションと比べて、なんかそこまで高くなく、で短かったけど、そう、うわーじゃなかったけどね、まあちょっと余談になったけど、まあもう そこでやったと。うん、でそうそうそう、でこのまあ、キャストも結構なんか有名な方だと出てて、ああ俺も知ってるみたいな感じだったんだけど、でもそれを友人に見せたら、まあ本当なんか結構いろいろすごいらしくて、なんか特撮に出てた人とかなんかいろいろすごかったらしいね。俺言うてもまあそんなちょっとしか知らないけどね。であとあれいたね、クッスン、そうクッスンがいたんだよ。クッスンがいて、でアンジュもいてみたいな。でこの舞台ね、盾とかもあるんだよね。そうアンジュの盾とか見れてはよかったなみたいな。で内容どんな内容かっていうと、これね、うん、多分とかね、あのフランス革命とかね、ちょっと知識ないとね、なかなか話入って、把握しにくいのかなって。俺もだから全然わからず行って、うん、なんか本当、あもうちょっとなんかちゃんと把握してから見に行っときゃよかったなみたいな。一応あの舞台、まあただ3時間か4時間ぐらいあったのかな。うん、でなんとか舞台の中でも物語は完璧把握はしてないけど、多分なんとなくこんな感じなんだろうなみたいなので、まあ、楽しみたっちゃ楽しみたんだよ、ぶっちゃけ。そこまで深く理解しなくても、ただやっぱこれ事前知識あった方が多分もっと楽しみたんだろうなっていうのがある。で、まあ、どういう物語かっていうと、まあ、ダルタニアンっていうなんか騎士がいるのね。でそれとなんか騎士とはなんか作家のオーギュスト・マケっていうやつが親友なんだよ。でマケがなんか、その奪われた本の片割れを取り返してほしいって、今ちょっとホームページ見てたけどね、その奪われた、なんか半分奪われちゃったんで、デスノートじゃないけど、ね、それを取り返してほしいみたいな。でいいよっつってマケが旅に出るんだよ。でもうこのダルタニアンとオーギュスト・マケって多分知ってる、俺知らないんだけど、後で知ったんだけど、知ってるやつは知ってると思うんだけど、あのウィキペディア見にね、なんかダルタニアン物語ってのがあって、それの原案が書いたのがオーギュスト・マケなんだよ。そうで、それオーギュスト・マケが書いたダルタニアン物語の主人公が、まあ、ダルタニアンと、でそのマケとダルタニアンが話してると、そうで、ちょっと探してこいや、分かった行ってくるぜって言ってダルタニアンが行くんだけど、実はそこから始まるストーリーは全部、そのマケの物語だった。だからこうダルタニアンとかこれから登場する面々も含め全部、まあそいつの、まあ、書いた、ね、想像上の人物だったみたいな感じなのね、なんかその概要としては。でもストーリーが進んでいく中で、それが、全部マケが、思い描いた書いた内容なのか、もしくはそれを飛び越えて現実になったのかみたいな、ちょっとこう入り乱れてるみたいなの、わけがわからないみたいな。でその他にもなんかね、マケって作家がいて、その他にもあの、まあ、これでまた東京、うん、ちょっと名前覚えてないけど違う作家もいて、で、まあ、その作家同士が掛け合ってみたいな。でどんどんストーリーが進んで、これはあのあらかじめ決められてた運命ストーリーなのか、もしくはそれを飛び越えてあの自分たちだけのストーリーなのかっていうね、ちょっとワンダフルストーリーズみたいな、ちょっとねぐちゃぐちゃみたいな、まあデスノートじゃないけど、あの人が死ん、まあ、死ぬって書けば死ぬんだけど、だからデスノートより怖いっていうね、生き返れっていうより生き返るしみたいな、デスノート以上にちょっとね怖いものなんだけど、でまあそういう風に物語が進んでいくと、まあでもそれは後半で、バレるじゃないけど、後半でね、あ実はねこのなんか
あの本にあの自分の思い描いたストーリー書くとそのようになるんですよ、わははみたいな感じで。まあでも多分知ってるやつはもう始まる前から知ってんだね、ああなるほどそういうことねみたいな。でそこでなんかちょっと考えさせられたりとか、考えさせられるというか、うん、まあちょっとなんか、うん、いろいろね、いろんな見方ができる、まあ、話 なのかなみたいな。そうで、そこでねキャストがね、そういろいろ出てくるわけだよ。でそうホームページ、そのねゴーストライターね、あのねニュースにもなってたんですよね。この、久保寺明さんって人は本当出る予定だったんだけど。でもこの人ね、ちょっとね、自殺しちゃったんだよね。そう。で、それでニュースになってて、あれ?あれ?と思って、そう。あれ?この人?あれ?と思ったらゴーストライター。みたいな。暗示とかも多分普通に会ってたのかなみたいな。うん。で、この人についてまた多分、あの、最後の方で話すと思うけど、その、なんかカーテンコールか。で、みんなわーって出てくるときに、なんか、ね、言及とかあったけど、ちょっと話すけど。まあ、そういう、なんてね、ストーリーで結構ね、最初入った時ね、あの舞台がでかかった。舞台クソでかいのね。俺2階席だったんだよ。いやー俺ね、いや1階席に行きたかったな。1階席のね前の方行きたかったけどね、まあ2階席だね。まあ2階席で上から見てもね結構楽しかったけどね。うん、すごいね、舞台でかいなーなんて思ってまずそこが印象的だったね。でこういう風にパンフレットがあって、この人がダルタニアン主人公か、イノ、これはイノ、イノヒロキでいいのかな。でこの人調べたらね92年生まれなんで、だから相田さんと同じ年。おー明けーなーなんて思って。でそう、そういえばいたのは先生、生駒ちゃん、魔女、魔女役、魔女の役で出てる生駒ちゃんやんみたいな。うん、なんかね、そう出てたんでね、俺全然知らないんだけど、その、どういうのなぁ、まぁ、あ、ちょっとは知ってる、ただ、そんな詳細まで知らないみたいな。で、あとこういう風にね、いろいろなんか、バーって出てたりとか、バーってね、出てたりとか、生駒ちゃんは俺の親父がなんかね、なんか、その、バチバチやってた時好きだったね。バリバリ現役でやってた時。まぁ、あ、今は女優業になってるけど、まだアイドルやってた時で、なんか俺の親父、生駒してたの、俺全然知らなかったんだよ。はい、これが、ね、あの、アンジェトクスね。まあ、この後にルイ14世が出てくるんですけど、ルイ14世のこれあの奥さんかながくっすんで、それに仕立てるやつがアンジュなんだよ。アンジュでアンジュがね この奥さん守るために盾やったりとかね、アクションやったりとか、回し蹴りはなんかねネタ枠でやったりとかね。でこいつがルイ14世、そうそう。でこういう風にねなんか死神とかいっぱい出てくるわけだよ。よく言いながらね、おっさんとか出てくるわけだよ。ね、来ちゃう。だから、マザラン、数奇鏡。数奇鏡ってなんだ、数奇鏡ってあんま意味わかってないんだけど、なんか、まあ、ローマ法王、いいんじゃん。ローマ法王でいいのかな、カトリックの。なんか、ローマ正教。まあ、そのなんか、下みたいな。そう、数奇鏡ってやつがいいんだよ。そう、だから結構ね、そのカトリックでも地位が高いみたいな、113人からわかんないけどね、現在いるらしくて、で、日本人もいるらしいね、数奇鏡が。で、これだ。あの、なぜかこう長友が出てるってね。で、こいつが、ネタバレすると、こいつがなんか、その本の片割れみたいな感じだったらしいね。で、こいつはこいつでまた、あの、マテとは違う、その作家みたいな。こいつもこいつでなんか物語描くみたいな感じで。なんか、物語しっちゃかめちゃなかったけど。びっくりした、なんかね、まあ、こっちよくわかんないけど、こっち、アンジュか、アンジュのお兄ちゃん役か。で、こういう的場工事いいんだよ。かっちよな。これ、元帥、トゥレンヌ元帥か。トゥレンヌ元帥は多分、ルイ14世のパパでいいのかな、なんか名前名付けたみたいな、どの子の言ってたから、かっこいいなみたいな。で、まあ、まあ、こんな感じになるから。で、ブルーって感じだ。で、なんかね、ディスグーニっていうね、なんか会社があって、それがなんかすごいらしいね。で、で、これが、ここにあるのがオーギュスト町なんか、代役で出たらしいね。そう、なんか、これ、ディ、あんまわかんねえんだよな。ディ、D しか言ってねえけど、まあなんかとにかく有名なところらしくてね、そのね、脚本の人とかも有名らしくて、俺もちょっとその辺、全然わかんないけど、なんかそう、ディスグーニー、そう、っていう、まあ、会社があるらしいんだよね。そう。ああ、そうなんだ、なんか結構有名なのか知らないけど。で、それで見た感じ、そう、見た感想ね、うん。まあまあ、アンジュ目当てで行ったんだけどね。あの、おっさんがガチでやる盾が超かっこいい。いや、マジでね、おっさんがふざけてじゃなくて本気でやるおっさんの盾って超かっこいいんだよ。ペペペペみたいな。
いや、おっさんかっちぇなと思った。的場浩司とかまで様になってたしな。おっさんのやる盾はかっこいいんだよね。ガチでやる盾。いや、おっさん、いいな、みたいな。そう、さっき言った、おっさんそう、おっさん、どれだ このおっさん、このおっさんと、あと、どれだこのおっさんと、あとこのおっさんか、まとばコーチか。この三人がね、この三重詩みたいなやつがいいんだよね。この若造と、まあ、こいつらと、ちょっと剣をね、交えるって感じなんだけど、いや、かっちょいいんだよね。あとね、生駒ちゃんエロい。生駒ちゃんいい女だよな。あの子、エロいぞ。おい、生駒ちゃんとね、別に付き合ってもいいよ。正直俺、生駒と結婚していいよ。うん、生駒リナ、生駒リナって合ってるね。お、ちゃんリナと別に結婚して、俺、この女と別に結婚してもいいよ。うん。全然、俺的には、オッケー。大好き的には、俺オッケーだから、お、全然、うん、ウェルカムだからって感じだね。なんか、エロかった、可愛かった。うん。で、そうそう。まあ、俺目当てだから、あの、暗示なんだよ。で、クッスンもいてみたいな。暗示の盾が良かったね。で、暗示誕生日だからさ、なんか結構なんかね、なんか、ノートを、に書いたことは全て実現するみたいな感じで、的場浩司がすごい、なんか、金ちゃん走りさせられたのかな。うーっつくて。で、なんか、暗示がなんか、回し蹴りさせられたね。稲見暗示が、うんちゃな感じで回し蹴りみたいな。するなんて、えいっつって。結構ね、なんか、ふざけたシーンあったね。あと、的場浩司と長友のね、なんかね、なんかコントがあってね、10回ぐらいこう往復してるのね。ってあれなんかお着替えタイムなのかわかんないけどね。うん、まあそういうシーンがあったりね。でもやっぱね、でもやっぱ舞台ね、何回か見に行ってるけどね、あれ相当大変だよな。何が大変って、で、そう、あの、ルイ14世役の、この、橋本ちゃんってやつなんだよ。こいつ。これね、あの、室田くんも見に行った時に、橋本ちゃんマジ大変だろうって言ってたのね。なんで大変かっていうと、ルイ14世の役と、ここにはないんだけど、鉄仮面っていう、あの、仮面被って、あの、牢屋にぶち込められてたやつがいたけど、そいつがルイ14世のお兄ちゃんなんだよ。で、どっちもこの橋本ちゃん役やってるから、役の入れ替わり、鉄仮面やる時のこの橋本ちゃんと、ルイ14世やる時の橋本ちゃんの役の入れ替わりが、いや、これきついだろうな、みたいな。で、千秋楽は、昼公演しかなかったんだよ。でもね、あの、まあ、2週間ぐらい確か、1週間ぐらいかな、あったんだけど、あの、昼より2公演、あの、やった時があったんだよ。普通に何日か。うわ、きつって思って。昼より2公演、これ絶対きついだろ、みたいな。いや、橋本ちゃんよく頑張ったよ、と思ったしね。うん、俺もね、ちょっとそこ同情したとかね。うん、でも確かにね、うん。まあ、これはね、ね、悪い人なんだよ。悪い人なんだよ。お兄ちゃん、超いいやつなんでね。どっちも演技するってね。こいつマジでね、うん。マジでね、MVP。もうほんと全裸で抱きしめてやるね。俺がね、このね、橋本ちゃん、全裸で抱きしめてやるよ。それぐらいね、すごかったというか、大変だったんだろうな、なんて。そう。で、そう、最後ね、終わった後、そう、カーテンコール。で、何回かあった？ 2 回ぐらいあって、で、3回目もあったんだよ。そう、千秋楽だから、3回目もあった時、もう、おっさんどもは、普通に服脱いでたね。いや、ね、カーテンコール2回で終わりなのに、もうね、これでおしまいの幕が、なんか降りたらもうおしまいなの、みたいな。あれ、3回目あんの？みたいな、おっさんたち暴れてたけどね。で、あと、このヒロキか。ヒロキがね、さっき言ってた、久保寺さんのことについて語ってたね。なんか兄の、うん、久保寺さん兄のような存在で、うんちゃらかんちゃらって。でもそこにはもうなんか寂しさは、うん、なんか重々しい雰囲気じゃなかったね。多分、前半で、もう舞台の前半で、そういう雰囲気があったのか、もしくは何も語らずに、もうそういう重々しい雰囲気じゃなくて、もう昔話のように、ちょっと語ったのか、みたいな。あんま重々しい空気、うん、だから明るい雰囲気でもないけど、もう淡々とって感じだったね。まあ、事実を述べて、思い出を述べたって感じだったね。うん、だからこのね、まあね、久保ちゃんっていうね、久保ちゃんが生きたらね、何役で出てたのかもちょっと全然わかんないけどね、この久保ちゃんって人は。うん、まあちょっとそれも見てみたかったなぁなんて、思ったかな。で、あとなんかこの脚本家の人がなんか、鉄仮面、最千秋楽だからかな、なんか鉄仮面かぶって、出てたんだよ。そうそう、あれみたいな、西田さんっつったかな、確か。べちーっつって、西田大輔か、そうそうそう。この人がなんか出て、なんか、すごい人らしいね、影響力があるらしいね。生駒にぶたれてたね、うわ、ぶたれてーと思って。で、生駒ちゃん、生駒が、なんか、そう、あれだよ、生駒がね、橋
橋本ちゃんが言ってるあのお兄ちゃんの方、お兄ちゃん、鉄仮面のお兄ちゃんの方になんか、あの、背中に乗ってたんだよね。背中に乗っててこう足組んでたら、あ、いいな、みたいな。俺、生駒に乗られて、踏まれたような、あ、ぶっ殺してやろうと思ってね。もう俺、安住なんだけど、俺はちょっと安住にね、ちょっとあの踏まれたいんだよね、乗られたいんだよねって感じで。で、安住がね、そう、あのね、ひろきくんって言ったんだよ。いいな、俺も安住に下の名前で呼ばれてって、むしろ呼び捨てされてってね、そこひろきかにっつって、あ、いいな、ひろきかにぶっ殺しちゃうっつってな、俺も安住に下の名前で呼ばれてよ、呼び捨てでなーってね思っちゃったね。なんか大半は舞台に関係ないことを話しちゃったな。うん、まあでもね、これはね、まあ楽しかった。いろいろ、ほんと縦のシーンが多くてね。で、物語もね、こう転換していってね。まあ、どうすんのみたいな。ね、どうすんのっつうかね。いろいろね、まあ、騙し合いじゃないけどね、みたいな。なんかそういう感じで、うん、面白かった。フランス革命知らないとね、まあ、楽しめない部分もあるのかな、みたいな。うん。もう最初、枢機卿とか元帥とかあんま分かってなかったからね、その後調べたら、あ、こういうことなのかって、世界史習ってたのね。俺、世界史習ってたのに、あやふやみたいな感じだったからね。いやー、これちゃんとね、いや、舞台さ、基本一回しか見ないんだよ。金もったいないから。一回見ればいいかなと思うんだけど、舞台はね、正直ね、一回見た後毎回思うんだけど、うわ、次も見てえな、みたいな。俺、弾丸論破の時からそうなんだよ。弾丸論破もね、二回見たかったなーって。で、他の舞台もね、やっぱ二回見たいなーって、違う、やっぱね、アドリブとかもあったりするから見たいなって思っちゃうし、で、例に漏れず、このゴーストライターも、うわぁ、2回見たいな、もう1回見たいなってね、思っちゃうね、舞台に関しては。やっぱその時の空気感だったり、なんかいろいろあったりすんじゃん、みたいな。もちろん推しが見れる。まあ、俺の場合は安住だよね。見れるっていうのもあったけど、うん。舞台ってね、うん。まあ、興味あるわけじゃないけど、でも、いや、見たら見たら面白いね。その分体力、毎回言ってるけど、舞台は体力取られる。見る側も体力取られるんだったら、やる側はもっと体力取られちゃうね、みたいな、うん、感じ思うわけよ。だから俺ね、これのね、影響でね、あの、イコマのね、イコマちゃんチャンリナのね、YouTube で登録したもん。で、見てるもん。今日はなんかね、髪セットする、なんか動画、前髪をなんか切ってもらう動画、ありてたね。おー、そういう人、イコマちゃんや。25歳なんだ。へー、みたいな。何年前はまだ高校生でうんちゃらかんちゃらって、私も25歳か。てか、アンジュより年上？アンジュが96、まあ、でも95生まれだけど、そうだな、アンジュと同じか1個年上ぐらいか、そんなもんか。うん、ここ、そうか、まあ、みんな若いなぁなんて思いながらね。まあ、全然関係ない話で、とにかく、これはね、うん、結構、うん、ストーリーとしては目まぐるしかったし、ネタというか、そういうところもあったし、なんかね、前半と後半で分かれてるんだよ。前半と後半で分かれて、後半、あの、なんだっけ、どれだったの、マゼラン枢機卿かな。そう、マゼラン枢機卿がルイ14世に首切られるんだよ、落とされるんだよ、どうするっつって。でもな、後半、なんか、ね、よく意味わかんないやつ、誰だっけ、この、もう一人の、ほら、ドゥマ、アレクサンドル・ドゥマってやつが出てきて、なんかこう、ね、物語パーって書いて、その、マゼラン枢機卿、いや、違うな、トレビルかな、どっちかなんだね。いや、マゼランだって言うの、確かな。俺もう全然覚えてないけど、が復活するんだよ。ね、こういう風にね、あの、ストーリーを書くことによって、まあ、復活することもどうすることもできるんですよ。わはは、みたいな感じで。で、それを、そのデスノート、人が死なないデスノートを、ルイ14世がね、うまい具合にこう、扱うみたいな。で、イコマちゃんで何かこうね、まあ、目的があって行動したりとかね。でも、それが、実際、なんだって、さっきの言った負けだっけ。そう。このオーギュスト負けが全部書いた物語なのか、それを飛び越えた物語なのかもわからないっていう。こいつはなんか悲劇をこう書いたみたいな。悲劇を書きたかったのかな、わからない。で、こいつは悲劇、喜びの方を書きたかった。こんな結末じゃないみたいな感じでね。対立者みたいな感じで。うん。なんかね、そう、いろいろね、一回だけじゃやっぱわかんないよね。ああいうのって、いろいろ見て、何回か見て、自分、こう、考えさ、エヴァと同じだよね。考えさせられる系みたいな。うん、エヴァも、ぶっちゃけそんなもんじゃん。考えさせられる系じゃん。
勝手に考えるバカ野郎みたいな、そう考えさせられる気で思い出したけど、なんかね、庵野秀明がね、なんかドッキリ企画かなんかね、テレクラ行って、テレクラの女の子と話してるとき、いきなり相手の女の子から、そういえば最近あれアニメやってんじゃん、エヴァみたいな、あれなんか勝手に考えさせられる系だよね、みたいな感じで。で、そのテレクラの女の子相手がね、秀明っていうの知らないね。庵野秀明っていうの、秀明普通にテレクラで、うん、つね、うん、うん、みたいな感じで。で、そしたらテレクラの女の子が、エヴァあんま興味ないとか、秀明に聞いてるのね。興味ないとか冷めちゃったかなみたいな感じで。エヴァ興味ないって、監督に聞くっていうね。知らないわけに。あれ結構ね、面白かったです。その、なんか、テレクラの女の子がすごい評判良かったね。あ、これ、なんかセラピストですかあなたはみたいな、神ですかみたいな感じで。YouTube で出てたんだけど、それ見てたんだけどね。うん。っていう風に、まあ、関係ない話になっちゃったけどね、また。そう、これもだからね、いろんな角度から見れてね、もう、だから答えとか特にないからね、何が現実で何がストーリーとか、特に狭間はないか、そういうのは見せない、まあ、作品だと思うし、まあ、その中でもね、まあ、自分を貫いて生きていく的な意味もあるじゃん。そういう風に意味も受け取れる作品であるし、どういう風にでも受け取れる作品だと思う。まあ、このゴーストライターホームページも書いてあるように、その本さえあれば世界は変わる。そう、その本さえあれば世界は変わるなんだけど、その本がなくても世界は変わるのかな。その本があったとしても世界は変わるのかな。その本通り、そのストーリー通りではなく、自分たちのストーリー、未来を切り開いていける的な考え方もできるよねっていう。だからこれはどうにでも考えることができるから、うん、答えというよりかはヒントではないよね。あっちからバーってね、観客に提示して観客が勝手に考える系だよねみたいな、うん、感じだね。そう、まあ一応もうホームページまで読んでるけどね。そうそう、マケじゃないや、こうダルタニアンがなんか行くとき、そう探す旅に出るときみたいな、悪魔崇拝の教会に、入り浸りか、よからぬ噂耳しにいたら、なんかいろいろがバーってね混じってくんだよね。そう、でもまあこれは一言で言うとね、正解があるもんじゃないかね、皆さんどうか感じてくださいっていう、もう舞台だったね。グッズについて言うか、グッズ買いたかったよね。グッズ買えなかった。グッズだからこのパンフレットしか買えなかった。ブロマイドは当たり前だけど売り切れてたね。俺来るの遅かったし。いやー。暗示の誕生日もね、そう、千秋楽だから嫌と思ったら、ハッピーバースデートゥーユーっつってね、ケーキね。本当はね、顔面ケーキやってほしかったね。バーン。あ、ハッピーバースデーディアアンジュ、ハッピーバースデートゥーユーって。というバーンってやってほしかったよね。あら、顔面ケーキや、あ、美味しいみたいな感じで、安住に顔面ケーキやってほしかったよね。生駒が安住に顔面ケーキやってほしかったけど、なかったか。で、ちなみにツイッターで、生駒と安住写真一緒に撮ってるのあるんだよね。あれ結構珍しいからね。あれね、生駒が安住と一緒に写真撮ってるのあるんだよ。あ、珍しいって思って。生駒と安住、プライベートとか、舞台、稽古中とかそんな話さなかったのかな。わかんないけど、ちょっと話してほしいってなってね。どんな感じなんだろうね、暗示の舞台とか、ちょっと見たかったね。楽屋とかどんな感じになってるか、すっげー見たいけどさ。まあ、その裏側は、まあ、ブルーレイ発売するかしないかわかんないけどね。まあ、てな感じかな。まあこんな感じでした。で、暗示またね、朗読 ?3 人だけの朗読劇とか、まあ、劇とかあるけど、俺それに行こうかもやってんだよね。金がね、何せかかるからね、1万2000円と4000円か。まあ、行けたら行くって感じかな、それも。って感じですかね。とにかくね、これを受けてね、まあ、暗示の舞台とかあったりね。まあ、俺はね、頭の中に消し込むのは暗示の朗読聞きたかったね。あれ、超感動したらしいから。頭の中の消し込むの暗示は行きたかった。あと、アリサが竹中直人とやってた朗読会、なんか戦争のやつが猫、竹中の子とか猫でアリサが少年役の、あれも行きたかったんだけどね。だから、ね、舞台はね、俺結構ね、後悔してるのが舞台関連で多いんだよね。舞台とか朗読会、うわ、なんで行かなかったんだよ、みたいな。なんかちょっと多い。なんか、それ関連でね、アリサと暗示で俺、後悔してんだよ。さっき言った、アリサはその竹中直人の共演したやつ。で、暗示に関しては私の頭の中に消しゴム。平日だ、どっちも平日だったけどね、途中からでも行くべきだったねって思った。だから今回の舞台も行くかわかんないけど、まあ、金があったら行こうかと思います。はい、長くなりましたので、これにて、ゴーストライターの、感想を終わりにしたいと思います。